で食べられるの楽しいよね。はあ、確かに楽だわ。楽？だって全部勝手に出てくるし。どういう感想？あ、当然だからさ、取り分けとかいらないなって、さあ食べよう。危ない危ない、主婦みたいなコメントをしてしまったわ。宮村大丈夫だったのかな。うんうん、おーうまいな。うん、うまい。俺おかわりしよう。すんません。っていうか宮村、食うの遅くね。え、あ、お、俺他に誰がいいんだよ。宮村は小食っつうか、でも食べるときは食べるよな。あ、うん、そう。でもそろそろお腹いっぱいかも。結局食わねえのかよ。お、俺はね、めっちゃ食うよ。焼き魚綺麗に食べるの得意だし。そういう勝負なら負ける気がしないね。石川は育ちがいいからずるい。え、二人とも綺麗に食べられるの？宮村はそういうの苦手か？あー、黙々とやるのは嫌いじゃないんだけど、うまくはないかも。あー、なるほど。明日の朝絶対焼き魚出ると思うけど、食えんの？朝はそもそもそんなに食べれないと思う。女子みたいなこと言うなよ。ごめん。女子がなんだって？宮村が女子って話。石川くん。はあ。お前、それは今触れちゃいけない話題なんじゃないの？なんで？いや、なんでもない。お、なんだよ大声で。あ、いや。聞いちゃダメ。デリケートな話なんだから。なら無理に聞いたりしねえよ。溝内くん。溝内な。いい人だな。なあなあ、夜は何して遊ぶ？トランプ、枕投げ、怖い話？やだよ、普通に寝ようぜ、明日もあるし。それじゃつまんねえだろ。んー、じゃあ恋バナ、恋バナならいいでしょ。やだよ、俺もちょっとガチトンへこむわ。やるなら呼んで。え、マジで？え、なんで？よし、じゃあ飯の後部屋集合な。安眠することも許されない？あー、もう修学旅行終わりか。そうね、お土産も買ったし、名残惜しいけど京都とはさよならよ。三十三間堂に龍安寺、いろいろ行ったね。写真はプリントして堀にあげるよ。ありがとう。先生が撮ったのも合わせるとすごい量になりそうだわ。あ、これ見て、棟梁をいじる井浦の図。清水寺ね、あの時は笑ったな。ね、棟梁高いところ苦手なのにめちゃくちゃ押されてる。これ宮村傍観してんの？止めようとしてんの？どうだったかな。あ、これは買い食いの堀。やだ、恥ずかしいから消してよ。やだよ。これホテルだ。こっちはご飯、美味しかったね。ほんと美味しかった。そんなに美味しかった？堀は忙しいから疲れてるんだよ。そうだ、今度放課後ケーキでも食べに行こうよ。え？うん、ありがとうゆき。ねえ、これは？朝寝ぼけてるトールたち、みんな寝不足だって。なんか夜遅くまで話してたんだっけ？たく、何してんだか。あ、まだデータ余裕ある。ホリーピース。ちょ、やめてよ。またみんなで来れたらいいね。うん。おい、そろそろバスに集合だってさ。わかった。あー、もう帰るのか。早いよね。宮村。あ、堀さん、修学旅行楽しかったね。そうだね。堀たちも早く来いよ。はいはい、行こう宮村。うん。